はい、皆さんこんにちは。囲碁の女流棋士で関西棋院所属2段の飛田咲です。今回も囲碁実況の方をやっていこうと思うのですが、今回はですね、最新の定石の変化を詳細にお話ししながら、戦いのコツ、ダメヅマリなどについてお話ししながら打っていきたいと思います。最後までご視聴いただけたら嬉しいです。それではやっていきましょう。対戦開始。対局を始めます。はい、待ちました。よろしくお願いします。今回白番で打っていきたいと思います。はい、初手星で来られましたね。向かい合って星でいきたいと思います。でこちら小目、そうですね、星星の構えか星小目の構えというところなんですが、小目でいきたいと思います。今回1手20秒なので、序盤サクサク打っていきたいと思います。こちらかかってこられた、コスミツケ、第一感ですね。やっぱこういった早碁っていうのは結構一瞬で時間が過ぎてしまうので、ある程度こういう形を覚えておいて、そうですね、その直感直感で打っていけたらいいなっていう感じなんですけれども、ここでね受けるのが多いんですけど、挟んでみたらどうなるのかなとかね、これ結構気になってる方いらっしゃるかなと思うので、ちょっと今回はやってみたいと思います。多分両掛かりですかね。でもね、この手ではね桂馬とかに受けてる方がね多いんですよ。なんでなんでしょうね。こちら来られた、これにはね従来つけて跳ねて伸びて、伸びに竹歩滑り跳ねみたいな定石流行ってたけど、今ほんとないですね。それね、なくなりました。この上付けしか今見ないです。で跳ねた時に伸び的な手がね流行ってるんですけど、そうね、どうしようかな。伸びますか。多分ここ三々なんですよね、お相手の方の次の手は。そうですね、ぶつかって行くような手とかが流行ってる。ぶつかりか、抑えかな。こう来て、こう来て、こう来て、でここで、黒絶対こう打つんですけど、この切りとか打っちゃわないで単に跳ねるのがポイントなんですよね。理由は後で説明します。ここで駆けつくんですけど、当ててくるんですね。十中八九でこうに弾きたいんですよ。継いだ形ってこの手が邪魔になっちゃう、無意味になっちゃうので、これ弾きたいんですね。できれば弾いて継いでくれれば先手取りたい。でここで抜いてくるんですけど、ここでこの手をコウ材に取っときたいんですね。先に打っちゃうと白からのコウ材がなくなるんです、この抜きが大きすぎて。ここでこの切り打って次になって抜きっていう。で序盤なんでコウ材ないんですよね、黒からも。例えばこういった覗きとかこういった当て込みも絶対解消します。解消して、黒がこの辺ねどっか打ったって押さえ込めば、これ一段危なくなる。継いできたのは比較的珍しいのかなといった印象ですね。大抵この手では抱えるんじゃなかったっけ。いやもうわかんない、うろ覚え。でもちょっと待って、どうしよう、伸びるのかな、これわかんなくなっちゃった。ここの詰めもいいところで悩みましたね、この手ね。こっちに詰めていこうかしらとも思いました。いやぶっちゃけ迷いました。だから多分2軒詰めてくるんじゃないかなと思うんですけど、これ当てても主張悪いですよね。多分逃げられちゃうと思ったんで伸びで打ってます。でこの黒は狙えないですね。この抜きに対してそもそも白は告げない形ですし、白が仮にここに打って黒がもう手抜くことすら可能な可能性がある形なので、これは生きていますよね。だ黒としてはここで考えているのは、これ活動していくかどうかっていうことと、2軒詰めるかどうか、活動ですよね。活動って言い方変です。動き出していく。こういうところ二目の頭見ずに跳ねよう言うんですけど、跳ねたらこう来るんですね。で白受けた時に切りが発生するんですよね。まずいと思うんですよ。伸びぐらいだと思います。で多分押してくるかな。ここで掛けね、出切りたいですね。でもこれね、出切った時に多分飛んでくると思うんですけど、抱えで押した時にどうなるのかなって話なんですが、ただ出切らないと気合が悪いですね。ここで白押しとか打つと伸びてくるんですけど、下で死ぬことはないんですが、やっぱりねちょっとこのダメヅマリはちょっと強調しておきたいかな。でこういう時にこう出ていってね、こうごちゃごちゃやると自分もこれ弱いですから、まず一旦は抱えぐらい。怖いのはこれがどうなるかですね。この辺コスミとかが効き出すと気持ちは悪いんです。確かに危ない形してるのかな結構。この当てには継ぐか抜くかなんですが、これ悩みますね。どっちなんだろう。抜きたいんですけど、伸びきりがいいとこになっちゃうんですよね。でも抜きかなこれは。ちょっとダメ詰まってるし、このコスミが怖いけど押してきた。わかんないよね。これは抑え
飛ぶかなんですけどね。1、2、3、4、5、抑えたい気はするけどな、形が悪いのがちょっと気がさしてます。まあ、羽には伸びようと考えている。で、まあ、出切ってむちゃくちゃやってきても黒この辺傷がいっぱいあるから怖いんじゃないのっていうことを主張していきたいんですよね。ここ、あーでも来た、いやー来た、やめてやめて、まあ、これはもう抑えるしかない。次が怖いね。何が来るのかな。霧霧か霧霧霧、しかしマジでって感じなんですけど、キリイリスですよね。1、2、3、4、5、6、7、8。まあでもつけましたっていうのは、この手でこっちとか打つと切って当ててこう絞ってきて当てまで効いて、結構これねすぐ頓死するんですよ。だからもう切りたいじゃないですか、こういうところめっちゃ切りたいんですけど、もうね相手の弱点つく前にまず自分の弱点のケア、もうこれ私も本当にいろんな人にね言ってるんですけど、まあ、結局打ってるとね一気に決めに行きたくはなるんですが、とにかくまずガード固めることですね。でまあ切りが怖い、切ってこうなった後の変化がちょっとはっきり読み切れてないので、割り込みは意外や意外なんですけど、待って本当わかんないな。割り込みまあこうやる一手なんですけどね。3、4、5、6、7、8。今継ぐってことかな。いい手かもしれない。その手はね読んでなかったんだけど、3、4、5、6、7、まあ、考慮時間でしょうね。これはさすがに残り2回です。えっていうかちょっと待って、皆さんすごいことに気づいたんですけど、私当てて繋いで切ってこうやって2目当てたこの主張って白いい、1、2、白良くないですか。3、4、5、6、7。だってこうやって継ぐでしょ。まあこれ白ここ切られたらもう一瞬でこれ落ちるんですけど、その隙を与えない攻撃をすることができれば、まあこうやってこうやってこうやった時にこっち取ろうってことかな。この主張も読み間違えてたらジエンドなんですよね。まあ、これも何回も繰り返します。はい大丈夫。ここで回っててこうやってこうやっても絶対こっち来るんで、まあ、ここはこうやって、まあ、当てる。で次できたらもうこの当てでも一瞬でこれ落ちるので、まあ、こうやるしかないと思うんですよ。で、まあ、2目抜きっていう変な振り返りになりましたけど、この振り返り意外としかし黒も辛いよね。失敗してんのかな私。そうね、これ2目取るしかない形か。6、へえ、どう思います皆さん、この形、この別れ、なんとも言えない別れですよね。1、2、3、4、5。あ、まあ黒これ逃げなかったのは結構冷静で、まあ、逃げてってもこの白強いので、うん、あんまり得をしないよっていうことだと思います。5、6、7、8。ちょっと様子聞いてみる。これ一回押さえますか抜きますか。まあ、まあ押さえるわな、そりゃ抜いたら曲げられて4つ取られますからね。ただここで伸びる手がちょっと打ってみたい手かなと思って打ったんですよね。伸びて、まあ、押さえてくると思うんですね。あ、押してくると思うんですよね。でここでね跳ねる手を打ってみたかったんですよ。跳ねて、まあ、こう打ってきたらもうぐちぐち絞っていこうとしてますね。ここからこうやってダメ詰まってるので、まあ、切ってきたら逃げて、まあ、黒が取ってきた時に当てて抜いて抱えようかな。そうすると意外とねここがちぎれていけてるんじゃないかなって、ちょっと打ってみたかったんですけど、まあ、こうやる、まあ、これ黒なんかリアクションしないとこう後ろに打たれたら2目取られちゃうから抱えるか下当てのどっちかだと思います。ただしこの黒も後ろにこう当てられると次取られちゃう状況だから、まあ、そんなもんかなというところです。でここでね、ここでね皆さんコツなんですけど、この当て多分打たない方がよくて、
単に当てるのがコツです。当てて逃げてきた時に当て伸びてこうやれば取れるので、こういう見え見えの当たりは保留した方が逃げてくんの。でもなんでこうやった時に取るしかないよね、これで。こうやれば取れるので、今の逃げは意外ではあったんですけど、ここでまあ、うん、でもなんか冷静な感じはありますね。これ継ぎたいです。抜きと継ぎですけど、これ白これに、黒これにはこうやれて取れてるので、まあ、押してくる。でも押してきた時に切りかなりきついはずなので、かけ継ぎぐらいの相場だと思います。これかなりポイント上げたんじゃないかな。もともと黒字っぽいところがジェジェでございます。いやこれでもちょっと古いんですけど、今のジェジェは切った時にこの黒い全体が結構危なくなるから、これは結構ね、まあ気持ちはわかるんですよね。かけついだらここに白に打たれて取られちゃうから、ここにつけて全体的に取りに行きたいなっていう作戦だと思うのですが、ただしこの切りに対して手抜けないはずなので、黒がなんか打たないと死んじゃう。ここに打てばまあこう、え、でも継がれちゃうし、結構ね危ないんじゃないかなと思うんですよね。放り込みが効いたら、とか放り込むまでもなく、3、4、5、6、7、8、バカすぎます。何やってんだろう、頭おかしかった。今のは放り込む一手でしたね。だってこれ次が効いちゃうもんね。これが効いたら1、2、3、なんてバカなんだ私は。まあいいや、しょうがない。いやこれ放り込みたかったね、次効くもんね。何やってんだろうな、まあ、ここで跳ねるんですかね、気を取り直して。いや意味わかんないです本当に。跳ねですかね。1、2、3、4、跳ねかな。いや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 、謎だったよこのグズミは本当に。何やってんのかな。これ切ってくると思うので、そうね、ただしこれ抜いた時にこのコスミで生きてないので、本当にね、なんちゅうことをしてくれたんだと過去の自分に言いたい、そんな心境でございます。まあこれ次かな。ちょっと意味わかんないことになってます。この白も生きてないので、コスミとか聞き出すと本当に目ないし、2、3、4、5、6、7、8、9、まあ、取りに行けるかどうかですよね、ここでこう滑って。ただしこれが効いてきちゃうからな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、ちょっと待って、これもひどい手ですね。いやだんだんちょっとやってることがね、おかしくなってきてるんですけど今。まあしょうがないや、こうやる。次聞いてるんですよね、よく見たらね。ひどい手を打ったなと反省してるところなんですけど。決めちゃうね。いやあ、血迷ってるな。3、4、5、6、7、まあこう押さえたら生きてますよね。完全に決め手を逃して、あれでもここで投了っていうのはちょっと待ってくださいね、不思議な感じがしますが、ただ私苦しんでるけど、相手の方からしてみてもかなり苦しい状況になっちゃってるのかなっていうことだったのかなと思います。ちょっと今からその終局図の状況とを振り返っていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。はい、というわけで終局の場面こちら振り返っていきたいと思います。まあ、今どういう状況かっていうと、まあ、今ねここ白が最後に2目取ったところなんですけど、この白生きてるんですよね。ここに1眼目があって、跳ね次にここに打てばここに目があるので生きております。でこれが生きてるということは、まあ、黒からしてみたら次この黒がまあ、例えばねほっといて、例えばつないだら白にここに打たれるとね死んじゃう状況なんですよね、目が1個しかないので。
でもここに隙間があるじゃないかと思う方いらっしゃると思うんですけど、これもねここ2目が当たりになるので、まあ、こうやって、まあ、白一応ちょっと逃げていく余地が残ってるので、まあ、なかなかこの白を捕まえるのはちょっと大変かなということで、この隙間に関しては、まあ、あまり心配は白はいらない状況です。なのでまあ黒としては結論言うとこれ生きるしかなくて、まあ、次の一手はこれになると思うんですが、まあ、ここに切られるとこの4目が取られてしまう、あとまあこの石もねやっぱり弱い石ということでまた狙われちゃうってことで、まあ、苦しいということで投了されたということかなと思います。まあ、形勢そうですね、私打ってる時そんなもう本当にずっとしまったしまった言うてたのは、まあ、ここにね黒が押してこられた時にぐずんじゃったって、まあ、これ考えすぎで放り込む一手だったんですね。まあ、要するにこのような形になれば、ごめんなさいこれこっちかな、死んでるんですよね黒が。ただし放り込みに対してここに打って、まあ、白がこれ2眼作らせない時に抜いてコウに粘られる手が変に見えてしまったために、まあ、これ解消したら取られちゃうのでこのコウ争いなんですけど、無条件で取りに行ったがゆえに次がねちょっとこの出ていく具合で先手になっちゃってちょっとおかしなことになっちゃった、まあ、この白ちょっとこう狙われちゃうような展開になっちゃって、これまあ油断すると例えばこの手を打たないと、まあ、例えばねこっちとか別のとこ打つとこのコスミがけ先手で効いてつながれると白自身が目がなくなるっていうね、ちょっとへんてこりんな、しかも息が残っちゃってるってことで、まあ、悔やんでたんですけど、まあそうですね結果的にここに打つことができたので形を整えることができたのが良かったかなと思います。まあ、遡ってね今回面白い変化だったのがこうしてこられて跳ねて、まあ、切りですね、もうすごく厳しい手で、まあ、この変化が結局どうだったんだろうっていうところなんですけど、まあ、これ継ぐとねこう打たれてこの主張白がいいのでこれはまあ黒打てなかったのでこの両あたりで抜きっていう振り返りになったんですけど、多分ねいい勝負だったんじゃないかなって気がします。でもそうですね、まあ、だから黒が手抜いて白下がり意外とうるさかったかもしれないですよね。抜きとかだとちょっとゆっくりしすぎなんですかね、まあ、打ってる時意外とね逃げ出しも残ってるのであんまり白がいいとは思ってなかったんですけど、おそらく互角の別れで非常に面白い変化だったんじゃないかなって思います。まあ、最後ねちょっとここでちょっとこう節つけていくことができたので、まあ、結果的にここの戦いがね幸いしたのが良かったかなと思いました。ご視聴いただきありがとうございました。